イガース。どうもタイガースです。ガオーということで、本日ご紹介するのはこちら、ビッグパックです。さあ早速中をご覧ください。若者に人気があるのが一目瞭然ですね。やはりね、ちょっとお金持ちそうなね、若者たちで溢れていました。こうやってあらゆるところにですね、写真スポットみたいなブースがいっぱいあったんですけども、なぜかグッズとか CD とかを一切売ってなかったんですよ。惜しかったですね。ここはなんかギャラリーみたいになってましてね、これまでに出した CD のジャケットなどが展示されていた模様です。このジャケット見る限りちょっと過激なバンドみたいですよね。バンドみたいなと思いながら、ね、9ヶ月経っちゃいまして、やっと来ることができたんですけど、全くこのバンドのこと今日まで知りませんでした。この控え場に着いたのがちょっと遅れたかなと思ったんですけど、まだまだの時間でしたわ。だいぶ早く来ちゃって、中誰もいない感じになってましたね。でここはもともと音楽ライブハウスというわけではなく、テレビのスタジオといった感じです。さあということで、ライブ始まるということで、皆さんしばらくおさらば。はい、というわけでね、ビッグバックっていうバンドのライブを、見に行ってきました。いやーよかったっすわ。いや全く情報なしにね、知らないバンドだったんですけど、かっこよかったっすよ。これはね、これから来ますね。あ、真っ暗になっちゃった。これから人気出ますよ。ミャンマーのね、いい極上のロックが聴けて嬉しかったっす。はい、というわけでね、ビッグバック、皆さんもぜひ機会があれば聞いてみてください。ガオー。